アクタードクター沢井です。体調どうですか？はい、ということでね、今回はですね、なんと伝説のスニーカーを購入したので、そちらを紹介していきたいと思います。こちらです。バーン、ディオールエアジョーダンコラボスニーカーです。バーン、こちらです。じゃあ紹介していきたいと思います。でまずね、このスニーカーについてなんですけど、去年かな、発売されたの6月25日ぐらい。これが当時ね、1万3000足販売されたんですけど、まあそのうちの5000足が顧客に売られて、8000足をこう全世界の人でみんなで争うみたいな感じで、当然僕もねエントリーしたんですけど外れました。発売された当初はすごい値段も跳ね上がってたんで買わなかったんですけど、たまたま最近ブランド古着屋行ったらこれだったらいいかなっていう値段で売ってたので買いました。で、値段が50万ぴったりぐらいだったかな。サイズが US10.5 なんですよね。これで僕普段9とか 9.5 ぐらいなんですけど、 US10.5 でぴったりぐらいなんですよ。だからかなり比較なんか小さいのかなって個人的には思ってますね。横幅がねすごい比較小さい気がするんで、やっぱディオールだからちょっと小さく作られてるのかなっていう印象で、こんなでかいサイズのスニーカーはもう多分ほとんど出ないだろうなと思って買ったっていうのもありますね。高いけど、だいたい今のこのローカットのスニーカーの相場がストック X とかで見ても60万だ65ぐらいなんで、それに比べたらまあすごい高いっていうことはないのかなと思いました。ローなんで、こんなナイキの文字があって、ここの中にディオールって書いてある。わー、こんな感じですね。他にもエアディオールという感じです。で、これ付属品全部ついてたんですよね。ブリングさんで買ったんですけど、オリジナルのシューズケースが2つついてて、で、このキーホルダー、エアジョーダンの2つあるんですよね、キーホルダー。2つ目がこれ、エアディオールのロゴですね。ロゴのキーホルダーがついてます。このロゴと一緒っすね。替えの紐がね、これこっちのがグレーなんですけど、こっちは白、2つタイプがある感じですね。クリーム色っぽいなんか白色で、インソールが2つ予備でついてます。このインソールはなんかあんまクッション性がないから、俺はあんま使わないで普通についてるインソールでそのまま入っちゃってます。そんな感じですね。定価は23万だから、まあ2倍ちょっと、世界に1万3000足しかないから、まあかなりレア度は高いかなと思って買いました。まあ早速履いて見ていきたいと思います。実際履いてみると、まあこんな感じかな。ローカットだからすごいね、履きやすいっすね。吸って脱げるし、遠目だとこんな感じですね。近くだとということでですね、いかがでしたでしょうか。このタイミングでこのローカット変えたのは良かったかなと思ってます。ディオールではもともと客でもなかったんで、プレネで買うのはしょうがないかなって思います。今度ね、出るルイ・ヴィトンとナイキのコラボはちょっと狙っていきたいっすね。まあこれはあんまり高いからあんまりなんかガシガシ履けるって感じではないですけど、履ける機会あったら綺麗に履いていこうかなと思います。ということで、今回はディオールナイキジョーダンローを買ってみたでした。また何かありましたらコメントをください。またチャンネル登録の方もお願いします。ご視聴ありがとうございました。じゃあまた会おうな。